はい、どうもイズログです。で、今日は愛しの我が家に帰ってきました。で、まあね、一本バリアル開けちゃったけど、まあ北海道が無事、農作業バイト JA フラのヘルパー終わったということで、乾杯です。で、まあ今日は9月の2日です。で、今後の日程としてはもう5日に、四国の香川に旅立ちの、まあ、3月末か下旬くらいまで、そこにいる予定です。クビにならなければの話ね。まあ、今日話すことっていうのは、まあ、ただ働く、ここを作るを、まあ端的にやるわけであるだけじゃなくて、その働いてる間もやっぱり外ごもりプレイス、シェアハウス外ごもりプレイスを、まあ、同様にもう一回ね、来年はちょっと何が何でもオープンして、やっぱり自分が、実現をしたい、ライフスタイルをやっぱりとりあえずね、試しにやってみるべきだと思います。まあもちろんシェアハウス外ごもりプレイスはブラック企業で、すり減った人、引きこもりで辛い人とか、まあ、あとは居場所があまり見つけられないとか、まあかつての僕のような人たちの場所になればなというような感じです。で、やっぱりその原点っていうものは、まあもう一度言っておきますけど、まあ、今は有名になっちゃったけど、山奥にと、まあ本も出したし、まあそこ、本も出す前だね、そこに3回くらいショートステイで泊まってます。で、やっぱり、その3回のうちのね、1回目か2回目かな、誰だっけな、今はね、その、いなくなっちゃった人か、今 NPO の常任理事やってる人かの、ちょっとどっちかだと思うんだけど、僕が泊まってる間にね、親御さんが確か見学をしに来て、まあもちろんその時も、満員だったし、あの時が一番共生者に人がいた時期で、まあ人はいなかったけど人がいるっていう時期で、ね、冬場だったから出稼ぎに行ってたらだって、うん。だからまあ、なんていうか、そういう時期に、俺も あそこに行って、まあその案内を、親御さんの見学の案内をしている人をちょっとこうちらーっとね、横目で見てて、まあ親だったらダメ元で言うよね、うちの子もって。で、そういうのをやり取りしてて、あ、やっぱり案の定断ってたわけだよね。ちょっと今うちも人がいっぱいなんでっていうような感じの断り文句だったと思います。そんなにちょっと距離があったのと、そんなに聞き耳立てるのもどうかなっていう感じで、聞き流しながつつもちょっと気になったから見てたみたいな感じだから、ちょっとそんなにはっきり覚えてるわけでもないけど、やっぱりそういううちの子もとか、多分そのうちの子もみたいな感じだったのも、かつての僕だったのもあるんで、まあそういう人たちのためにキャパはすんごい小さいんだけどまあやってみようかなという感じでやり始めました。じゃなくてやり始めます。今年失敗したけどね。うん、それが外ごもりプレイスです。かつてじゃなくてね、まあかつて一回だけ生で会ったことがあるんだけど、ツイッターで、
外ごも、ん、違う、引き、ひ、引きこもり名人っていう人がいて、その人と実際にイベントで会うことがあって、その時にちょっとガツガツ自分で聞いたんだけども、まあその人の言葉、引きこもってる状態よりも、外ごもりの方が、ドラクエで言えばレベル1とレベル50ぐらいの差があるんだよっていうのは聞いたので、まあそれを、そういう、その言葉がちょっと頭から離れないで、ずっとね、自分の中に思ってて、で、やっぱりあとは、そういう場所を自分が探してたってさ、やっぱないんだよね。うん。ぽいところはあっても、いやでも自分はここにぴったりはまんねえなっていう場所が、ばっかりだったから、まあいつまでもね、そうやって自分の場所を他人に求めて、ね、与えられるまで待っていればいいかなっていう時期もあったけど、とうとうそれは自分にもたらされることがなかったので、うん。だからまあ自分で、ワンシーズンバイトして、あ、スキー場でね。で、それまで紆余曲折、いろんなところ、転々として、住み込みのバイトしながら、地域に潜り込んで、まあ、今は秋田の五条目というところに、このボロ屋、空き家を買ったんだけれども、全然ボロくないんだよね。水道管覗いて。ははははまあ、俺の城になったし、俺の資産にもなったし。で、あとは、ここもここでいいところだから、まあ、ここかで、まあ、ここに家を変えたのは、何かの縁なので、ちょっと暑いから扇風機回すけど、まあ、そこで始めてみようという感じです。外ごもりプレイス。で、外ごもりプレイスに関して言えば、うん。通年オープンはしません。うん。だいたい10月末ぐらいで閉める感じですね。だから、まあ、ちょっと気晴らしにね、いろんな人と交流をしてみてほしいかなって感じです。で、もう一個。乾杯。影響を少なからずとも受けてる。人というか、事柄かな。そういうものはあって、まあ、本も出してて、家入一馬っていう人も、人もじゃないか、人がいるんだけれども、その人ももともとは引きこもりで、高校中退だっけな、専門学校中退だっけ。まあ、そういう人で、その人と僕も結構共感する部分はあって、まあ、僕出身埼玉なんですけど、埼玉で、働くのと暮らすのは嫌なんですよ。知り合いに会いたくないから。こういうところの根っこは同じで。で、何が同じかって言ったら、住み込みで、その家入さん、家入一馬っていう人は、住み込みで、新聞配達の仕事を始めたんだって。学校中退した時にね、専門だか、高校なのかはちょっと、忘れちゃったんだけど、でもその人がすごい生き生きしたんだって。うん、なんでかっていうと、自分を知らない人たちばっかりだから、初めましてっていうのはすごい居心地が良かったんだって。だからすごいはしゃいでたっていう、確かね、本の中にあったんよ。で、新聞配達員っていうのはその人の原点だから、ペーパーボーイ、ペーパーボーイっていうのは英語で新聞配達をする人のことなんだけども、で、ペパボっていうサーバーを貸し出す会社を作って、今はインターネットでもう会社の社長をやってるんだけど、まあ、その人が社長をやってからも、その人が離れていったりっていう挫折とか紆余曲折はあるんだけれども、まあそこまではといかないようにして、やっぱりその引きこもってる状態、まあ俺も、そうだな、ちょっと働いて引きこもって、働くとなんかすごい消耗しちゃうから、
でもそれでもね、家が居心地悪くて、ね、家でぐうたら寝てたらさ、働かないのって言われに、言いに来るね、母ちゃんとかが嫌だったし、だから、働くと働かないっていうのを自分でオンを決めれるような生活がいいなっていうのに、ようやく気づいた感じです。今までそういう生活だったんだけど、そういう生活しながらも、いやでもこのままじゃいけないっていうふうに思ってて、でも結局変われなかったし、それは変わらないものだと思ったから、それをようやく今肯定でき始めて、また今俺も37のおっちゃんだけどね。で、やっぱり自分でもそうやって不動産業やろう。あとはそういう人たちのために場所を作ってみるのもどうなのかっていう感じで今始めました。で、そしてこけましたね、今年の 4月から始めて6月に。いやーね、水道管の修理代だけがちょっと現金で払えなくて、出稼ぎ行ってきました。で、その出稼ぎ分っていうのは、6月と7月にカードの引き落としが来るんだけど、まあ、それまでの石膏ボード代、財だよね。補強を入れたりする 財だったり、あとは工具代が引き落としで来てるんで、まあ情けない話。まだちょっとお金が足りません。自分の生活費っていう運転資金だよね。が足りません。まあ来年ちょっとクラファンできたらやろうかなっていう感じでいます。まあ何を話したかったかといえば、外ごもりプレイスをなぜ始めたかっていう原点をもう一度確認するためだけですね。まあこれは誰に向けた何でもないものです。もう一度自分の口で言葉にして声にして、それを自分の耳で聞いて確認するっていうただの作業です。まあ、ツイッターとかでもぼちぼち告知とか、やることは話して、つぶやいていったり、ブログに書いたりもね、していくとは思うので、ちょっと来年の、3月かな、4月か、4月にもう一回着工して、今度こそ、資金不足でもう一回出稼ぎ行ってきます。ごめんなさいっていうのは、やめにしたいんですよ。で、なんで外ごもりプレイスをやってるかっつったら、助けたい人もいるけれども、まずは自分を助けるためなので、そんなにいいモチベーションではないですね。マザー・テレサとか、誰かのために立ち上がって強くなりたいとか、そういうもんじゃないです。自分を助けたいだけです。まずそこから始まるのかなって思いました。かつて企業塾行ったり、起業は2回してます。背取りで起業して、物販で起業して、個物営業許可証を取って、でもなんかお金を使い続けなくちゃいけないっていう物販の性質が嫌でやめて、なんだっけな、 iPhone の修理のフランチャイズにも入ったけど、結局自分の利益を他人に頭打ちされるのがなんか性に合わなかったんでやめました。で、今、不動産賃貸業になるのかな、定期借家だからに行き着いたわけですけど、まあこれもまた来年3月までお預けというか、お預けっていうか、あれになります。充電期間だよね。だからそういうふうになっちゃうんで でもまあ、ツイッターでも待っててくれるような、誰か来てくれそうな人っていうのは、いいねが結構入るんで、誰かがいるか分かんないけど、とりあえず来年のオープンまでもうちょい出稼ぎ行ってきますんで、ちょっと、ツイッターでとかブログをチェックしつつ、ちょっと待っててください。ではでは。